M1 グランプリ優勝や好感度ナンバーワンなど、芸能界に確固たる地位を築いているサンドウィッチマン、愛妻家やコンビ仲の良さ、数々の神対応が話題になる伊達と富澤の面白いエピソードを50個紹介します。大の仲良しで知られるサンドウィッチマン、基本的には2人で1つの楽屋を使用しているが、たまたま楽屋が別になり寂しかった伊達は、富澤の楽屋をトントンしたらトントンと帰ってきた。人見知りの富澤、営業に行った際、楽屋が他の芸人と相部屋になることがある。伊達が同じ楽屋にいるときは楽しそうに騒いでるが、伊達がどこかに行くと急にスマホを見始める。ヘビースモーカーの2人だが、2人とも下戸で、伊達は1滴も飲めず、富澤もカルーアミルク2杯で吐いたことがある。下積み時代、木造20年以上のアパートに同居していた2人。天井には蜘蛛の巣があり、ゴキブリやネズミが頻繁に出てくるようなアパートだったが、ある時伊達が米を炊こうと米びつを見ると黒い米が混じっていたため、富澤が五穀米を買って混ぜたのかと思い米を研いでいたが、黒い米が溶けていき不思議に思っていると、五穀米ではなくネズミの糞だった。そんな2人の家に伊達の親が来た際は、あまりの汚さに、靴脱ぐの嫌だからいいと土足で家に上がった。そんなある時、富澤の手の甲をゴキブリが歩いていったことがある。 M1 優勝後は忙しかったため、半年後にようやく引っ越しすることができた2人。10年ほど一緒に住み、万年床だった畳は人型に腐っていた。血圧が非常に高く、医師から5つ目の前で死んでもおかしくないと言われるほどで、以降は高圧剤を服用している伊達。甘いもののカロリーは真ん中に集まる習性があり、真ん中に穴が開いているドーナツはカロリーがないなどで、おなじみのカロリーゼロ理論を掲げ、暴飲暴食を続けている。かなりの偏食で、魚介類は一切ダメなど、地方ロケに行っても外食を好まず、コンビニ弁当で済ませようとする富澤。一方、伊達は地方に行くと必ず美味しいものを探しに外食に出て、美味しいものを見つけると富澤にも食べさせてやりたいと持ち帰りをしている。普段富澤がピンで出演している番組をチェックしている伊達、 M1 の審査員をしている富澤に生放送を見ながら自分も採点し、メールで送っていたがほとんど同じ点数だった。有吉からのあだ名は、伊達が田舎のポン引き、富澤は悲しきモンスター。柄の悪そうな風貌から NHK を出入り禁止にされていたため、当時芸人の登竜門的存在だった爆笑オンエアバトルへ出ることができなかった。サンドウィッチマンの2人は仙台商業高校の同級生で、ラグビー部で知り合うことになる。伊達はスクールウォーズの影響や、中学までリトルリーグで野球をやっていたものの、高校の野球部の過酷さに嫌気がさし、ラグビー部の練習が楽そうに見えたことでラグビー部に入部した。一方、富澤は漫画ビーバップハイスクールに憧れて、学ランを切られる高校に入りたかったが、それでは親が納得しないため、ラグビーをやりたいからその学校を受けると親を説得し入学。しかし富澤が入学した年から制服がブレザーに変わったため、学ランは着られなかった。当のラグビー部はコーチすらおらず、監督もルールを知らない人で、県内のラグビー強豪校の石巻工業と対戦した際は101対0で負けている。ラグビー部なのにバットを持っているこの写真は有名で、これは当時から芸人を志していた富澤が数年後に見た時に面白いからと選んだもので、先生には怒られるどころか、バットに描いてあるロゴが見えた方がいいよとアドバイスをもらっている。伊達はいたずら好きで、カメラが回っていないところで、雷学ぶの20万円のバーバリーのバッグにフッチと落書きをした。収録終わり、局員が見送りで挨拶すると、富澤は笑顔で答え、そのまま扉にぶつかっていった。意外にもぬいぐるみ大好きな伊達、所有しているぬいぐるみすべてに名前をつけている。ライブには出演していたが、キー局のテレビ出演がないままくすぶっていたサンドウィッチマン、自ら伊達を誘いお笑いの道に進んだが、結果の出ない状況に責任を感じていた富澤は自殺を考えていたことがある。そんな富澤の変化に伊達も気づいており、心身ともに限界に達していた富澤が解散を持ちかけると、このまま解散を受け入れたら富澤が自殺してしまうかもしれないと思い、自殺を引き止めるために30歳になる1年間一生懸命やってみようと、2005年を勝負の年と決め、アルバイトを減らして片っ端からライブに出演していき、この時のライブ映像を見たテレビ関係者からエンタの神様に呼ばれるようになったことで道が開けていった。二人はエンタの神様のプロデューサー五味和夫と、同じ頃に出始めた虎ノ門のプロデューサー藤井智久を自分たちを見つけてくれた恩人と語っており、虎ノ門のネタ見せでピザ屋のネタをやった時には藤井から、今までどこにいたのと言われた。エンタの神様初登場時に披露したのはピザ屋のネタで、収録の際あまりにも受けすぎて観客の笑い声が二人のピンマイクに入ってしまい、
撮り直しをするという前代未聞の出来事が起きた。エンタの神様に出始めた頃は、当時大学生だったオリエンタルラジオと同じ楽屋で、彼らの衣装がずらっと並ぶ中、自分たちのは一着ずつしかなく恥ずかしい思いをした。2007年の M1 グランプリにおいて、当時大会史上初であった敗者復活枠からの優勝を成し遂げ、一躍スターの仲間入りをした。M1 優勝後はマネージャーの電話が鳴り止まなくなり、マネージャーは怖すぎたあまり携帯の電源を切った。2009年フリーアナウンサーの熊谷舞子との結婚を発表した伊達の一目惚れだったため交際せずにプロポーズをしている。また同年富澤も年下の一般人女性と結婚を発表した。伊達の奥さんは M1 優勝時のサンドウィッチマンのインタビューをしていたり、当時岩手めんこいテレビのアナウンサーをしていた際は1994年にリリースされ、爆発的にヒットしたダヨネのカバーとして発売された地方バージョンの中の仙台弁バージョンダチャネをメンバーの舞として参加し歌っている。単独ツアーの手伝いに来てくれていた後輩と百貨店でボッテガを見ていた富澤、どれがかっこいいと思うと聞き、そのまま13万の財布を購入しプレゼントした。後輩がもらえないですと言うと、このプレゼントが重いと感じるのなら売れて俺に新しい財布を買ってくれと伝えた。後輩が新しい衣装が欲しいと言うと、なんだかんだ言いながら買ってくれる伊達。裏地にはサンドウィッチマン伊達寄贈と書いてある。一般人なので顔を出していない富澤の奥さん、メディアに自分のことを聞かれたら深田恭子に似ているというように言われていたが、富澤曰く似ていないとのこと。愛妻家で妻とは一日中連絡を取り合っている富澤、多い時では100通以上やり取りをしている。そんな富澤は料理を作っている時は奥さんの両手が塞がっているため触りたい放題と明かし、入浴中の奥さんを見るために覗きに行くほど溺愛している。意外にもプロポーズは奥さんからだという富澤、3年交際しておりプロポーズのシチュエーションなどを考えないといけないが、多忙のためなかなかできていなかった頃、北朝鮮のミサイルが日本に落ちるのではないかと言われており、独身で死ぬのは嫌だから明日結婚しようと奥さんから言われ結婚を決めた。富澤に負けず劣らず奥さんを溺愛している伊達。妻子が2泊以上出かけた際には寂しくてもう限界というメールをしたことを暴露されている。妻同士の仲も良く、富澤の妻が出産する際、仕事で立ち会えない富澤に代わって伊達の妻が立ち会った。後輩が伊達の娘と富澤の息子がもし結婚したらという話を冗談でしていたところ、伊達は別に富澤の息子だったらいいけどねと言い、富澤も俺も伊達の娘だったらいいよと真剣に話していた。子供が大の苦手だった富澤は子供が生まれても愛せなかったらどうしようと心配していたが、いざ生まれると子煩悩になり、他の人の子供でも自分の子供と同じくらいの年齢までなら接することができるようになった。現在でも電車移動になることがあるサンドウィッチマンの2人、ある時伊達が終電間際に山手線に乗っているとガラガラにもかかわらず寝ている女性の真横に座った男性を発見。その男性が下腹部をカバンで隠しゴニョゴニョしだすと、見て見ぬふりできなかった伊達がこらと叫び、男性は隣の車両に逃げていった。しかし寝ていた女性は伊達の声で起きたため、何この人という目で見られてしまった。下積み時代は日払いの登録制のバイトをしており、自宅にお化けが出るから誰かにいてもらいたい、や買い物に行くので家にいてもらえませんかなどの変わった留守番や草野球の代打などさまざまなバイトを経験した。太陽に吠えろのラガー刑事が好きで将来は刑事になりたかった伊達、警察官の試験を2回受けて2回とも落ちている。サンドがデビューしてから現在まで全てのライブへ来ている熱狂的ファンの小島さんはファンの中でも有名で、ライブでは小島さんいじりが恒例になるほどで、伊達の結婚式にはファン代表として招待されている。富澤はドラマ「マイファミリー」に刑事でありながら真犯人という役で出演した。オファーがあった際、犯人役なんだけど時間も取られるしどうしようと伊達に相談していた。しかしそのことをすっかり忘れていた伊達は毎回犯人予想を富澤に伝えながら楽しんでいたが、最終回の前にマネージャーがポロッと富澤が犯人ということを言ってしまいネタバレとなってしまった。富澤も伊達のピン出演をチェックしており、伊達が受けているところを巻き戻して何回も見たり奥さんを呼んでみせたりしている。実は伊達にもピザの配達のちょい役でオファーがあったが断っている。最も影響を受けた芸人はバカルディだが、東京ダイナマイトにも影響されており、下積み時代は蜂蜜二郎の運転手をしていたこともある。下
下積み時代伊達はゴキブリを見つけると隣の部屋に逃げて扉を閉め、殺虫剤を取り残された富澤に投げて退治してもらっていた。日雇い労働で稼いだ数千円をパチンコに使い、勝てば次の日はバイトに行かなくていい、負ければ何も食わずに明日もバイトというギャンブルを続け、生活費がなくなり消費者金融に借金もしており、食事は業務スーパーや花まさで2キロ200円のもやしや紅生姜を買い何とかしのいでいた。売れる前から郷土愛の強かった2人、宮城ナンバー車を見ると目で追っかけ、寂しいな、仙台に帰りたいなと思うことも多々あり、どんなに貧しくても当時6210円だった高速バス代だけは使わずに置いていた。2018年好きな芸人ランキングで調査開始以来14回連続でトップに君臨していたさんまを抜き1位に躍り出た。一方で嫌いな芸人ランキングには一切ランクインしないことから好感度ナンバーワン芸人と称されるようになった。そんな2人は結成20年以上で一度も喧嘩はなく、もし富澤が死んだりしたら僕はこの世界を辞めますと伊達は語っている。今後も芸人さんのエピソードをたくさん紹介していきますので、高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。さようなら。